はいどうも、妖怪ウォッチ専門チャンネルです。こちら妖怪メダランドからレジェンドエンブレム届きました。こちらはですね、抽選で3000名様に当たる景品でございます。かなりレア。てか開け方が変わったね。今までこうビリビリって開封してたんですけど、まずこちら当選おめでとうございますの紙ですね。非売品でちゃんと書かれてます。キャンペーン名がレジェンドエンブレムゲットキャンペーンで、記念品が秘宝妖怪エンブレムレジェンドエンブレムエンブレム2回、そしてこちらがレジェンドエンブレムです。サイズがなんかでかっ。後ほど裏面の QR コードお見せしますね。めっちゃでかいなこれ。じゃじゃん、レジェンドエンブレムこちらです。ゴールドのメタリックって感じですよね。種族のマークここに書かれてます。この縁部分も基本的にゴールドですね、ラメ入り。勘のいい方気づいたと思うんですけど、これ実はですね、レジェンドの顔になってます。ちょっとわかりにくいですけど、これがアシュラで、これが乙姫。これがおそらくズラビスで、ニャステとイケメン犬。エンブレム現時点で6個あるんですけど、一番カラーリング近いのはエルドラゴンですね。こちら、レジェンドエンブレムの取扱説明書も一緒に入ってます。レジェンド妖怪トレジャーメダルをエンブレムにセットすることで、伝説の妖気が復活。レジェンドトレジャーメダル、こちらです。富士ガチャポンの妖怪トレトレトレジャーでゲットしたリアクション大王のメダルをセットしてみます。妖怪メダルセット、オン、バシュン。レジェンドメダルのフレームがゴールドだから、普通に合いますね。かっこええ。はい。これで伝説の容器が無限に手に入ります。ミックスモード。ミックスモードで。シュッポン。伝説。これをですね、妖怪メダルとかに移すことができます。伝説の容器をリモコン隠しのメダルへ。これで伝説のリモコン隠し。ちゃうか。そしてベゼルゼロでレジェンドの召喚ソング聞いてみましょうか。ポカポカ。あ、ポカポカか。この後かな。あ、これか。はい、これがですね、レジェンドの召喚ソング、デラックス妖怪ウォッチドリームと同じでしたね。伝説、それおばあちゃん家にあったぜマジかではですね、妖怪ウォッチ3でこのレジェンドエンブレムの裏面のこの QR コードをスキャンしてみたいと思います。銀行に行ってお姉さんに話しかけて QR コードスキャン。何と交換でしょう。さあ来い。あ、すっごい。伝説ストーン無限ゲットです。すごいカラフルやねこれ。さらにエンブレムコインゲットです。予想通りっちゃ予想通りかも。こちらですね、伝説のストーン無限を持ってると伝説の迷宮に無限に挑戦できます。これはかなり激アツ。ちなみにですね、こちらのレジェンドエンブレムが当たるキャンペーンは11月30日までです。まだチャンスがありますので、ぜひ皆さん、妖怪メダランドチェックしてみてください。